はい、よろしくお願いいたします。それでは今回10連勝中ということで、頑張っていきたいと思います。相手の方、四段の方になりました。よろしくお願いいたします。ということで、まあちょっと嬉しの理由をね、やっていこうかと思うんですが、最近、嬉しの理由チャンネルさん、なんか某脱衣将棋で非常に人気を博しているんで、私も真似してやってみようかなと思ったんですけど、さすがにちょっとね、勇気が持てないのでやめておきます。本当に。すごいですね。これからも脱衣将棋の繁栄、心より応援しております。アイフリちょタ。っとこの単語口にしていいのかわかんないんですけど。いやー。ということでちょっとですね、嬉しの流リスペクトの嬉しの流向かい飛車という変態戦法、この間食らいましたので、ちょっとやってみたいと思いますけどね。いやー、でもこれどうなんだろうな。いや、もう早くも何していいのかよくわかんないんですけど、意外とね、やられて困ったんですよ。で、ちゃんと中盤で不利になってたんで、あ、これ意外といけてんのかなってことで、これなんか、6六銀、7五銀で、ぐいぐい、バリバリ攻めていく感じで、結構ね、受けづらいんですよね。で、こちらの王様は、居玉ながら捉えどころがなかなかなくて、なかなかね、あ、入ってきましたね。まあ、さすがにもう、四段がこの8二玉入る手に悩むっていうのはかなり、前代未聞のことというか、割とね、四段クラスだと序盤30手ぐらいはもうスイスイ指してくるんですけど、さすがにちょっと戸惑ってる感じしますね。いやー、私も自分でやりながら戸惑ってますけど、これ何がどうなってんだろうな。いやー、こっちなのかな。いや、これ嬉しの竜と言えるのだろうか、これは。いやー。いや、わかんない。こう？これ？本当にこれ？いや、もう、王様はどっち行ったらいいんだ、これ。多分、右だよな。右行きゃいいんだよな、きっと。いやー。しかしなんか相手の指し手に淀みがないですね。これ7三桂から6五歩突かれるとちょっとまずい気がする。ここ突っ張っとくか。えいっと。これで7三桂には銀立ってっていう感じなんですけど。あ、来ましたね。これで6五歩ならもう取っちゃっていこうかなと思ってます。まあ、そうですね。金をどういうふうにこう上がっていくのかっていうのが一つ分かれ道なんですが、まあ、とりあえずついとくか。これで次7七桂まで行けば6五歩の権利が向こうなくなりますんで、さあどうするか。意外といいですね、これ。手応えありと。意外と手応えありかもしれない。次7五歩同歩、8四歩同歩、7五銀みたいな攻め筋もあるかもしれないですね。ああ、まあ、ついときますか。いやー、こっちの端はなんか、ついても、将来、例えば、1五歩同歩、1六歩同香、1八飛車とかで、香車釣り上げて、端から嫌なことしてくるっていう筋があるんで、基本的にこの、なんていうのかな、この3八玉、4九金の形の場合は、端歩受けない方が得ですね。これ、メリケン向かい飛車とかの時もそうだったんで、今回もきっとそうだろうということで、受けません。まあ、向こうとしては、この位取る手は、損になる要素が全くないので、まあ取るでしょうね。これで次5八金から、なんか、4八金とかで申し訳程度に固めて、7五歩からバリバリいけたら、
いい感じかもしれないですね、これ。具体的に向こうどうやるのか結構難しいんで。ああ、しかし2四歩は悪い手じゃない。2五歩から2二飛車でなんかこう、あ、そっか。2五歩、2二飛車、2六歩、同歩、同飛車となると、次、2七歩の垂らしと、5六銀の取りが同時には受からないと。なるほど。なんか遅そうで、案外これはいい手かもしれないですね。なるほどね。まあ、一回7五歩、同歩。7五歩、同歩、7六歩っていうちょっと、プロっぽい手を言ってみたいんですが。まあ、これは通る位置ですね。これは青の取る位置なんですが。9五一発つくんかな。で、同歩に8四歩、同歩、銀、打つ、銀、打つ。一回ちょっと入れていきますか。もうなんか、2五歩間に合ってくるとかなりめんどくさいんで、行くならここで決めてしまいたいと。ですね。まあ、8三銀なら、8四銀、同銀、8三歩で、同玉に8四飛車で決まりそうですね。まあ、決まりってほどではないんですが、まあ、受け切るのは非常に、困難であると。言えます。まあ、8三銀、8四銀、同銀、8三歩の展開はちょっとないかな？あるかな？で、7四歩は8四銀と出て、8三歩に7三銀成とぶった切っていってどうでしょうか？まあでも、そうですね、悩んでますね。7四歩でいけんのかどうかっていうことを考察しているのかなと思います。8五歩とか、ちょっと変則的な手もありそうですかね。まあ、そうですね。これ一発8三歩先に打つ手もあるか。で、同銀に8四銀と、さっきの筋を強引に成立させると。これ痛いんじゃないかな。まあ、今8四銀、8三歩、7三銀成を本戦に考えていたんですが、パッとね、これが浮かんできて、これ痛いんじゃないですかね。同銀なら8四銀で、同銀に8三歩と、リズミカルに攻めることができます。ああ、まあでも取る手は、それでも取る手はあったと思うんですが、そうですね。これはさすがにでも、ちょっといいんじゃないでしょうか。なるほどね。まあ、平凡に行くなら9三歩で、2歩あればもちろん9二歩同香9三歩なんですが、1歩しかないんで、9二歩同香9三銀成同香同角成はちょっともったいないかもしれないですね。まあ、9三歩と垂らして9五香車狙うんじゃ遅いですか。遅いっつっても向こう手がないからな。十分だろ。いやーでもちょっと遅いかな。遅いのかな。まあ、いっか。いや、でもちょっと、いや、でも、いや、ちょっと次、香車走って、9二歩成という手で、向こうとしては、まあ、それに勝る手がないとちょっときついですね。9五香から9二歩成でやられるようでは、ちょっと何してたかわかんなくなっちゃうんで。しかし、次、9五香車を防ぐ手はありませんし、かといってそれに勝る早い手っていうのも容易ではないんですよね。ああ、なるほどね。そういう、あれか。なるほど。なるほどね。なるほど。あ、これいい手ですね。そっか。これいい手だな。いや、これはちょっと、一手違いになりそうですね。次、5五歩同銀、4五歩ってなってくると、この潜在的な飛車の利きと、3三の角の利きがグイッと来ますんで、そっか。やっぱ一方的にはいかないね。やっぱりね。一方的にはいけねえわ。いやーでも、いやー、銀引くのかな？どちらがよろしいでしょうか。銀引くんかな？
ちょっと、いやー、ちょっとわからないですけど、こちら、いやー、でも今日かな。わからない。ああ。なるほど、それがいい手ですか。まあ、どの道なんか、7一玉があったら、9二歩成から8二歩成が来るんで、先に6二玉と上がることで1手稼ごうということで、まあ、悪い手には見えないですね。取る位置。そっちか。4五歩だと思ったけど、まあ、どっちでもこっちは結局こうなるんですけどね。いや、これは意外となんか、だいぶ、リードしてる感じはしますね。ただまだ王様が薄いんで、最後の最後まで一発は気をつけないといけないと。なるほど。64系が見えますが、あ、平凡にこれでいっか。いや、向こうなんか、ちょっと決断が早くなってきましたね。早いな。ちょっと、時間、形勢的にはちょっともう、割と、大差なんで、もう、時間で、ぐいぐい、行こうと、いうことですね。いやー。打つか、さすがに。ここまで条件良かったら、打っても、バチは当たんないでしょう、きっと。ああ、そういう、あれか。なるほどね。57桂打ちを狙ってたんですか。なるほどね。そっかそっか。これ油断してるとまずいですね、これ。かなり。まあ、上がって、桂打ちには金寄りで耐えて。金は取られるんですが、角が急所にセットできましたんで、あとは攻めるだけと。そういう感じですね。ああ、なるほど。まあ、同飛車だと、5六飛車の味ができますよと。まあ、ただ、取って特に問題ないかな、これは。3分。まあ、さすがにね、ちょっと飛車が使える形になってくるんで、しかも、3九金の形が、ほぼ Z で詰まない格好なんで、局面としてはこちらが結構良さそうですね。まあ、王様引いたら飛車成りでドカンと行ってしまえば、まあ、7二銀同飛車、6三銀成りとかでもいいし、まあ、ドカンと行ってしまえば特に、いけそうかなという感じですね。はい、ありがとうございました。しかし、将棋嬉ウォーしのズを竜、勝ち向かい抜くの飛車、は快勝でございます。いやー、ちょっとしかし、本当に、いや、こんなことやっていいのかなって思ったんですけど、意外といけてますね、これ。これまあ、私の動画ご覧いただいてくれていた方にはわかると思うんですが、私がついこの間、向こう側持ってやられた作戦で、ちょっとなんか友達とこれどうなのって研究してたんですが、
思いのほかあれなんですよね。なんか嬉野流向かい飛車側に悪い変化が出てこなくて、本当に有力なんじゃねえのこれってことで、個人的に非常にね今ブームになっている戦法でございます。いやこれ本当に一発勝負とかだったら絶対ハマると思うんで、本当におすすめですね。割とこの5七角6六銀っていう理想的な布陣から猛攻を決めてね、8三歩とかすごい、同銀なら8四銀同銀8三歩っていう狙いで、ま、同銀8四銀同銀8三歩も十分考えられたんですけど、でまあ同玉は飛車で痛そうなんで、8三歩に7一玉とか引いて、いけちゃうんじゃないかなという感じですかね。うん。まあ、同銀、8四銀、同銀、8三歩、7二玉、8四飛車か角という展開も、難しいかなと思っていたんですが、本譜、7一玉、8四銀、8一歩と、まあ、いい辛抱されたと思うんですが、9三歩と打った局面で、次の9五香車から9二歩成という分かりやすい攻めがあって、向こうからは、思った以上になんか、いい反撃が、5、4歩ぐらいしかなくて、こちらの反撃が間に合ってしまったという展開でございました。まあ、ここでちょっと思わしい手が、どう見てもないですよね。4五歩も5六歩だし、しかし4五歩、5六歩、5四歩はあったか。4五歩、5六歩、5四歩、6六銀、6五歩と。ありましたね。4五歩だったら、そうですね。ちょっと、おそらく5二飛車が大悪手で、4五歩だったら、難解だったかもしれないですね、これ。4五歩か。4五歩だったら、6六角っていうちょっとトリッキーな受け方もありまして、ないか。ちょっと見てみましょうかね。多分4五歩で、向こうも互角、もうダメか。4五歩ダメか。なんと、この局面ですでに線こっちに触れてますんで、おそらくダメなんでしょうね。ダメなのか。4五歩は、どうすんだろう。何がいいでしょうか。まあ、6六角上がって、6五歩は、ちょっとおかしいし、まあ、平凡に5六歩受けておいて、5四歩に、まあ、8二歩成とかで、ぼちぼち、銀見捨てて攻め合っていってもいいってことでしょうかね。そっかそっか。ついて、歩。あと、6六銀引いて、6五歩に、まあ、7三銀成から6五桂まで片付けても良さそうですね。なるほど。もうすでにここでは、こちらがプラス1000という圧倒的大差でリードができているという状況でございました。64系が急所にバッチリ決まって、向こうとしてはちょっと捨て身の反撃だったんですが、3九金がいい味ですね。これでなんか、王様の守りがしっかりしていて、まあ、こちらのそっぽの金取っているようではちょっと、もう間に合わないと。で最後は5一玉なら7二銀成同飛車6三銀成という感じで受けがなくて、投了ということになりました。いや、これいいんじゃないですかね。新たなる鉱脈、嬉野流、向かい飛車。これ本当に意外と隙がない戦法で、面白かったです。指してて。あとね、やっぱり、相手の指し手にそこまでなんか変な手っていうのがなかったと思うんですよね。普通になんか四間飛車組んで、高美濃組んで、桂跳ねて銀追っ払おうとしたらいつの間にか作戦負けになっていたっていうことで、向こうからすると、なんで負けたのっていう感じだったと思うんですけどね。ここで4五歩あったかな、しかし。向こうとしてはちょっと早いタイミングで4五歩ついて、ありますね、4五歩。で、4五歩ついてから6五歩だったら、今度同銀同桂同銀の時に、5五角と捌く手ができますんで、それだったら全然話変わってきますからね。4五歩は、
十分考えられました。そっか、じゃあ4五歩で、そっか、4五歩だったらちょっと作戦負けというほどではないんですが、まあ、4五歩だったら5七角だと6五歩でまずそうなんで、まあおそらく5七銀と引いて戦っていく形を選択したと思うんですが、4五歩、7六歩、6五歩、5七銀、5四歩、8八角みたいな、そういう展開もちょっとね、考えていかないといけなかったのかなと思います。まあ、いずれにせよ後手は32手目、おそらく4五歩と突くのが良かったかなと思いますね。で本譜、大作戦勝ちになって、7七桂飛べた時点でもうかなり、こちらが良さそうですね。で、5七角で理想形が完成。あとはただ攻め切るだけという将棋になりました。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。まあ、嬉野流向かい飛車、ちょっと王様が、薄いっていうデメリットはあるんですが、非常に攻撃力高くて使いやすいので、ぜひ、皆さんもやってみてください。それでは失礼いたします。